投稿暇なのだ。これでいいのだ。暇なのだ。できたよ。お金稼ぎたい。怖いのだ。このお金稼ぎたいは絶対ラグあるのだ。君次第で1000万。何者なのだこの人。大丈夫、信用してほしいって言ってる。私が赴くか。かっこいいのな。あ、あれか、赴くさん。君か、入金庫は。赴くさんか。俺はキックアスだ。僕が預金庫なのだ。お前は金を稼ぎたいようだな。稼ぎたいのだ。方法は何でもいいということか。何でもいいのだ。ピーカツはどうだ。ピーカツ？こっちに来い。うんうん。人がいるところではあまり話せる内容ではない。何なんだ、すごい生き物なのだ。俺はダークヒーローだ。あ、ダークヒーローな。ダークヒーロー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 。ヴィランダークヒーロー。ヴィランダークヒーロー。いい、そう。本当に金がすぐ稼ぎたいのなら。うん。ピーカツという手があってな。ピーカツ。うん。30分で880万を稼いだ。ええー。女性もいる。君の意思でやりたいのならそれを斡旋することはできる。うん。どういうことなんだ。おじさんと喋るんだ。余裕なのだ。おじさんと喋り時間を使わせる。ゆきんこ、君はバカのふりをすればいい。バカじゃないのだ。そうだろ、ゆきんこ、君はバカじゃない。バカじゃないのだ。うん、そうだから、バカのふりをするんだ。あ、わかったのだ。おじさんがバカなのだ。そう、そのおじさんが一番バカだ。ゆきんこはバカじゃない。オッケーなのだ。結局10分を100万円で買ったりとかしてるんだよ。例えばユキンコがおじさんの役をやってくれ。わかったのだ。俺がユキンコだ。いいな。うん。車に乗って一緒に出かけよう。ユキンコ、乗り方わかんない。これどうやって乗るの？ F の筋肉だよ。 F の筋肉ってどれ？これ？あ、ちょっと違うな。これわかん、F が読めない。なるほどなのだ。そうしていれば、うん、おじさんはデートすらできなくお金をどんどん払うことになる。なるほどなのだ。あったはいいのだ。分かったんだ、僕を雇うのだ。いいだろう。とうはっユキンコ、ポイントはおじさんが可愛いと思うことだ。おじさんって、おじさんか。いいよ。あ、開けといてやるよ。あ、ありがとうなのだ。あ、これ見えるのだ。大丈夫だ、見てない。おちなみに、ユキンコ。何なのだ？ユキンコは金を稼いで何をしたいんだ？何も考えてないのだ。ユキンコ。シンプルイズベストじゃないか、これ。あ、そうだな。シンプルイズベストだ。これでいいのだ。ぐちゃぐちゃイズデッドだ。だよね、だよね。これ、ぼ、なんなんだ。まあ、ない方がいいのだ、これ。ユキンコ！なんなのだ！おめえ、可愛い顔してるじゃねえか。そうなのだ。隠さない方がいいぞ、ユキンコ。じゃあ、これでいっか、なしで。どうなのだ、これ。服、良くないか？シルエットが出てて。素晴らしいぞ。でも露出してないの。素晴らしい。完璧だよな。ちなみに。どうした？どうしたユキンコ。なんかあった時に連絡したいから、連絡先聞いといていいか。ああ、わかった。いいだろう。お、どうだ。受け入れ。オッケーだ。これでできたはず。どうだ。どれだ。来てないか、キックアス。私に送ってみてくれ。あ、わかったんだ。マイカード。電話のマーク。共有。キックアス。どう、ここに出るはずなんだ。さっきここに、あ、アンシロさんって出てたのな。アンシロさん、それはなんだ、消しといてくれ。消えたのな。ブレな。ブレ
ブレなのか。私はキックアスだ。どうなってるんだ。どこに共有されたんだこれは。え？そう。2781220216。0216。大工さんなのだ。大工？大工さん？もしもしなのだ。なんだ。大工さんなのだ。それは歪みだ。歪み？大工さんなわけないだろ。私はキックアスだ。何が起きてるんだ、ゆきんこ。え、僕の番号わかる？ちょっとかけてみてほしいのだ。大工からかかってきたんだ。え、これ出ていいのか？きっちゃん。やめておこう。きっちゃん、大工からかかってきた、また。どういうことだ、大工とは。大工の友達がいるのか？いや、違うのだ。僕、友達じゃないのだ。連絡先削除した方がいいかな、じゃあ。この方がいいだろう。怖いぞ、そんなの。この発信者はブロックしかないのだ。ブロックはやめておけよ。ブロックやめておけ？かわいそうだろ。え、でも、知らない人なのだ。でもさ、ブロックはひどいだろ。それはやりすぎだろ。でも僕はきっちゃんの連絡先を知りたかったのな。そうだろう。でもブロックは良くない。さっき教えてもらったことで確認してくるのな。あ、分かった。これどうやって、あ、ビデオ通話なのな。あ、もしもしなん、あれ、え、おい、あ、あれ、大工さん。わしが大工だよ。あ、間違えて連絡先登録してるのな、僕と。あ、そうですか。ごめんなさいね。あ、し、なんだって？何者なのだ？なんだって？すいませんね。え、いいカモが見つかったのだ。オッケーなのだ。じゃあねなのだ。キッちゃん、キッちゃん。ビデオ通話してみたんだ。どんな人なのかなって。お前賢いな。うん。そしたらすごい、なかなか、うん、耳の音おじいちゃんだったのな。お前賢いな。私もな、おもろい、面白いと思う。そしてやりたいとも思う。うん、だが、うん、できない。なんで？なぜなら同伴ができない。大工はな、うん、以前出禁になってるんだよ。あ、そうなの？そうだ。結構怒らせると怖いタイプだ。でも見た目確かに怖かったのな。知ってたのか、じゃあ大工のこと。違う。え？その、ゆきんこが言ってる大工と私が言ってる大工が多分違う大工だと思って、その大工のことだと思っていなかったが、その大工のことかなって思って。大工ってそんないっぱいいるのか。あ、タイムキーパーがな、いないんだ。うん。とか、ピーカツをや、そもそも斡旋してるものが安城というものだ。うん。安城なるという。あ、え、安城？あ。さっき、安城って思ったけど、安城とも読めるんだ。いや、それは安城だ。え？タイムキーパーの人ともご挨拶しとかないとなのだ。僕人見知りだから。きっちゃんいてくれないと。うん、ここで待っていなさい。わかったのな。大工さんが4人いるもん。いるなんてびっくりなのな。ゆきんこさんってどこ。あ、僕なんだ、僕なんだ。ゆきんこさんですか。あ、あ、どうもどうも。安城さん。はい、あのキッカースに言われて来ました。ピカツを。あ、そうなんだ。うん。あ、ありがとうございます。だから連絡先交換しとこうなのだ。連絡先はいいですよ。なんで？普通はね。うん。俺が立ち会ってなんかお客さんが何するかわかんないから、うん、おじさんが。うん。だからおじさんが行き過ぎた行動を取ったら、うん、ちょっとやめてくださいって。うん。って入れるのね。うん。それができなくなっちゃうけど大丈夫かな。え、もし変なことされたら殺してもいいのか？殺し、殺で殺すのは良くないかも。あ、良くない。じゃあさ、ちょっと待ってて。うん、分かったのな。え？あれ、きっちゃん？ゆきんこ！きっちゃんじゃん！そう！あ！危ないって感じたらこれを使うんだ。うん。後で返してくれよ。あ、なにこれ？手錠？ありがとう。あ、私は行くよ。うん、あれ、行っちゃうのか？次の。次の悲鳴と。安城さん帰ってこないのな。ほんで、あれ、きっちゃんいるのな。あれ、きっちゃん。あれ、きっちゃんだよね。え、きっ
え、大工さんじゃない？大工さん、なんじゃ、え、大工さんの声する。3人現れたな。なんか大工さん欲しい。あ、君が預金庫か。僕預金庫だけど。はい、僕預金庫。はい。どれどれ。ああ、10分100万円。10そうか、分かった分かった。ほんじゃ行こうか。レイロ、大丈夫なのか。あ、大丈夫じゃよ。どこに行くのだ。ほなの、うん、粘土を取りたいのだ、うん、それのところに行こう。粘土を取りに行こう。粘土、粘土、うん、粘土ってこの辺にもあるかもしれないのだ。ここにもあるかの。探すのだ。見て、お、あった。ダンゴムシさん。うおー、わしはアマジーじゃよ。アマジー、見てよ。お、お、なんだ。見ろ、あそこにな、うん、ほら、ビルがあるじゃろ。あ、あるある。ビルがあるじゃろ、うん、あれはな、わしが建てちゃんじゃよ。すごい人じゃん。そうじゃよ。見に行ってみようか。そして、見に説明したら。お、いいのだ。車に乗りたいじゃん。車、車、車。車あるのか？うん。ゆきちゃん、こっちこっち、これこれ。どれどれ？うん、ね。これ多分君のでしょ、これ。違うのだ。違う。あ、待って、メール来てる。あ、うん、何なんだ？もう10分か。ゆきちゃん何番？165なんだ。来たか。お、来た。大工さんから100万円来たのだ。よし、ここからはの。うん、そういえばこれ見てほしいのな。どうしたんじゃ。このゴミ箱はされるのな、うん、おー、ほんか。さっきも漁ったのだ。さっき漁ったんならないやろ、ガイケ。ほら、ゆきちゃん。これで運んだるけの。いけないか。あ、しまった。これあんの、これ追加料金じゃルール守らないともう使えないのでな。行こうじゃ。え、ゆきちゃん、おさわり100万なのだ。おさわり美味しいのだ。なんだって。いや、なん、もう一回さっきのやつやってほしいもの。どういう方かい。でも一瞬しか持ち上げてもらえなかったんだ。そう、確かにそうだな、すまんの。1,2,3,4,5,6,7 なんじゃ、なんじゃ、なんの簡単だ。7歩、7歩歩いたから700万なのだ。はい。あんだって。え、はい。あんだって。7歩歩いたのだ、今ので。違うぞ、メールに書いてあるぞ、ゆきちゃんよ。あのな、うん、プラス5分と好きな妹で、うん、その妹の値段って書いてあってな、うん、そんな破格で取ったことないぞ、書いてあるぞ。でもその妹は、うん、くそ、ちょっと安城さんの連絡先聞いとけばよかったのな。じゃないと聞けないのだ。なんでこのじじい。あ、これ、あ、あ、じゃあ分かった、半分払おう。レイだろ。なんでお前不服そうなんじゃ。おい、ありえないだろ、普通に考えて。これで700万は。よし、これで文句ないじゃろ。行こう。200万なのだ。よし、行くぞ、ゆきちゃん、行こう。数字間違え、結局何もしてないから、ゆきちゃんね。そこだから、わしたちいたの。わかる。ねえ、でも僕、バカだからわからないのだ。誰に電話するんじゃ。きっちゃんに連絡してもらうのだ。きっちゃん、うん、どうした。あ、もしもし。はいはい。なんか今ね、お仕事始まったんだけどさ。お、どんな仕事してんの。え、なんかおじいちゃんと、ちょっと待って、ついてこないで。なんじゃよ。おじいちゃんがついて、おじいちゃんがおじいちゃんに追われる仕事？おじいちゃんとなんか喋りながら時間を稼ぐっていう仕事なんだけど。ピーカツ的なやつ。あ、そうそうそう。で、なんかきっちゃんの連絡先も安城さんの連絡先も知らなくてさ、その確認ができないから。なるほど。まあ、まあだから聞いてほしいのだ。ああ、オッケーオッケー。なんか、うん、待って、これ
あれ僕の車、待って、僕の車勝手に乗ってる。ゆきんこ、あれキッちゃんいた。なんで僕の車運転できるのだ。ダメだ、いいから甘じいから逃げるんだ。なんだ甘じい、え、ここまで来れば大丈夫。え、近っ。アマジーかなんで逃げてるの。いや、そろそろ時間かなと思ってな。アマジーは帰らせた。え、怒ってなかった。全然怒ってない、上機嫌だったぞ。あ、ならよかった。どうだった。400万ぐらいしか稼げなかったよ。初めてのな、うん、任務にしてはかなり上出来だ、うん、まあバカのふりしつつ、まあさすがに200万ぐらい払ったら行ってやってもいいかぐらいな感じで行ってやってもいいと思う。あ、わかったのだ。あと取りすぎるな、そうするといいか。取りすぎるとな、うん、ゼロになってしまう。違う。あ、そうなの。生かさず殺さずだ。いいな、わかった。なんかでも払いたそうだったんだよ、アマジが。そんな、そうなのか。うん、そんなわけないだろ。いや、銀行。銀行。うん、この町で一番良くないことを私は知っている。なんだ。目標がなかったりすること。まあ、暇だと思うことだ。暇なんだ。そうだろう、暇というのを見つけて今回連絡したんだ。なるほど。絶対に良くないと思ってな。だがダークヒーローはやることがたくさんある。じゃあ僕もダークヒーローになればいいのか。本気で私の手伝いがしたいなら、うん、考えてもいいだろう。その際は犯罪を教えてやる。おお。やってみて向かなかったらやめたらいい。わかったのだ。じゃあ連絡先を教えてほしいのだ。教えてなかったか、私の連絡先を。聞いてないのだ。僕大工しか聞いてないのだ。どうだった、アマジーは。アマジーはまあちょっとかもなったな、正直。アマジーをはめるのは心が痛まなかったのか。うん、うん、途中から痛まなかったんだ。あ、そうだ。連絡先。本当にやりたいって思ったら、お、連絡くれれば教えてやる。来たのだ。俺でも入ってないのだ。聞く。電話番号聞いてもいい？私の電話番号。うん。278。122。02。16。出るんだ。ゆきんこ。今切ったのだ。違う。今のは違う。携帯は見ていない。今見てたのだ。見てない。ほら見たのだ。おい、ゆきんこ。何なのだ。人と話してる時に携帯をいじるの。おかしいだろ、どう考えても。ダイクを消してくれ、じゃあ。ダイクブロックしかできないけど、それでいいの。ダイクをブロックしちゃダメだ。なんでブロックするの、ダイクをすぐ。お金払ってくれないんだろ、ダイク。キンコ。キンコ。なんなの。